まあそっちは別に大した情報じゃないわ。それより、偶然ね、実は私もイオナさんに引っかかる部分があったのよ。え、そうなの？私、見立て殺人の部分から事件の謎が解けないかなとか思って、さっき図書室であれこれ魔術系の本とか見てみたの。中身の方は英語だらけでよくわからなかったけど、この挿絵がすごく気になって。ちょっと見て。女、ガブリエルだけ女性なんだ。私思ったんだけど、もしかしてこれって今回の見立て殺人と関係してない？ほら、今のところ被害者の男女の比率と奇妙に一致してるじゃない。そうやって考えてみれば、そういえば私さっき三石くんの様子も見に行ったんだけど、なんかね、足を怪我してたみたい。え？それ本当？もしかしたらめぐるくんが目撃した森での揉め事の時にイオナさんに。そこまでは断定しないけど、でも彼女が何かの形で事件に関わっているのは間違いないかもね。とにかく今日はもう遅いし、明日にでも直接話を聞きに行ってみよう。イオナさん、少し話があるんですけど。話？はい。でもここじゃなんなので、ちょっとお時間いただけませんか？そう、よくわからないけど、いいわ。
まり人には聞かれたくないってことみたいね。で、話って何かしら。ことだったらあらかじめ言っておくけど、私は間違ってもあなたたちが思い込んでるような猟奇殺人事件の犯人なんかじゃないわ。そんな、僕たちはまだイオナさんを容疑者と決めつけているわけじゃ。そうかしら。その割にはこんな場所に連れてきたりして、ずいぶん物々しい感じじゃない。いや、あの、ここに呼んだのはイオナさんのためにも。ごまかしはやめて、時間の無駄よ。でもね、根拠も聞かされず、いきなり疑いの目を向けられてもどうしたらいいのかわからないわ。根拠はあります。それじゃあ、三石君と揉めていたのは？揉める？実を言うと、僕たまたま目撃してしまったんです、イオナさんと彼が森で争っているの。あの時、二人は何をしていたんですか？本当に自分が無実なら、胸を張って堂々とアリバイなり何なりを主張するべきじゃありませんか。言えないものは言えない。でもね、いい？あなたたちが知っているかどうかわからないけど、私、中学時代からずっと雄一郎と付き合っていたのよ。あの人だけがいつも体の弱い自分の支えだった。その彼を私がなんで、あんなひどい。何よ、素人が探偵気取りで人を疑って。イオナさん、嫌なことを思い出させてしまったのなら謝ります。
それに確かに僕たちは捜査のやり方も何にもわからないただの素人かもしれない。でも亡くなった雄一郎さんや他の被害者のためにも僕たち一刻も早く真犯人を捕まえたいんです。もし捜査に協力してくれる気になったら僕たちのところに来てください。待って。え？もう一度これだけは言わせて。私絶対に殺人なんかしてないわ。咲子に誓って。咲子？さあ、わからなくなっちゃった。あの涙が演技だとは考えられないのよ。どうしてももしあれが嘘泣きだったらはっきり言って天才役者になれるわ。そうだね。だけどイオナさんは結局自分の疑惑を晴らそうとはしなかった。それはどうしてだろう。とにかく事件の真相に近づいているのは間違いないんだから、ここは慎重にことを進めないと。昨夜中学の出身者はもう一人残っているんだし、そっちに話を聞きに行ってみようよ。あ、三石くんね。うん、見立てでいけば犯人に狙われている可能性は十分にあるわけだし、彼に聞けば中学時代被害者たちの間に何があったのか分かるかもしれないわね。犯人の動機が見えてくればおのずと事件は解決に向かうわ。めぐるくん、この状況は今の私たちにとって問題よ。大問題だわ。三石くんに話を聞く前にぜひともここでご飯を食べていきましょう。でもさ、今は一刻も早く事件を解決するのが先決じゃない？先に三石くんの話を聞いた方がいいような気がするんだけど。ほらほら、こっちも緊急事態よ。このチャンスを逃がしたらまた席が埋まっちゃう。下手すればお昼抜きよ。分かったよ。食べてからにしよう。オッケー。じゃあそうと決まれば早く行かないと。あ、めぐるくんは席取っといてよね。やっぱり空腹が一番の調味料ね。
べるかしゃべるかどっちかにした方がいいんじゃない？いいのよ、これが私の特技なんだから。特技っていうものじゃないと思うんだけど。ねえめぐるくん、あれ見て、三石くんのお皿。ん？何？情けないわね。見た？あの食べ方。人参残して椎茸ものけて。そんなだからあんなにひ弱なのよ。もっとカルシウム取りなさいよ、カルシウム。さあ行くわよ。あの様子じゃもうすぐ食べ終わるみたいだし。え、ちょっと僕たちまだご飯が途中じゃ。めぐるくん。いや、何も。じゃ、早く行くわよ。まだ食べてないのに。三石くん、こんにちは。ちょっと君に話が聞きたくて来たんだけど。またかい。今度は何さ。三石君、一連の猟奇事件の被害者たちと同じ昨夜中学の出身なんだってね。前に聞いた時は自分が狙われる心当たりはないって言ってたけど、もうこの中学の出身者は君とイオナさんだけなんだ。私たち真実が知りたいの。あなたたちの中学で昔何があったの？本当に犯人に心当たりはないの？君たちも相当しつこいんだね。そりゃ僕は確かに昨夜中学出身だけど、それ以上犯罪に関わるような特別なことは何もないよ。事件について三石くんは何も知らないっていうのね。その足怪我してるみたいだけど、つい最近のこと？一体どうしたの？して誰かに襲われたとか。三石君、お願いだ。何か知ってるならどうしても話してほしい。話してもらえるまで僕たちは一歩も引かないよ。僕たちはこれ以上犠牲者を増やしたくないんだ。